はい、こんにちは。 JBS 武蔵野豊田です。今回は千葉県独立プロ球団千葉スカイセイラーズに密着取材に行ってまいりました。千葉スカイセイラーズは2022年に創設され、2023年よりリーグ戦に参戦している新しい球団です。千葉県では初となる独立プロ球団で、監督には元千葉ロッテマリーンズの早坂圭介氏、ヘッドコーチには青野武氏が就任、 WBC 元日本代表秋吉亮選手が投手兼任コーチとして在籍していることでも話題となっています。今回はアップから練習終了までチームに密着させていただきましたので、プロの高レベルの練習風景をお届けしていきたいと思います。まずはウォーミングアップから見ていきましょう。トレーナーさんからの指示をもとに各々行っていきます。それぞれの選手が課題を認識しているためか、トレーナーさんの指示通り行う選手だけでなく、アレンジをして行う選手、回数を増やして行っている選手もいたりと、とても丁寧に行っていました。皆さんとても元気があって一生懸命やっている姿がとても印象的でした。独立リーグの選手は 2,3 年という短い期間で勝負する選手が多いと伺いました。短い期間で結果出せるよう1秒たりとも無駄にしない姿勢はとても素晴らしかったです。続いてはキャッチボールです。撮影日前日が公式戦だったためか、無理せずゆっくりと肩を作っていきながら、捕球や送球、足の運び方などを念頭に置いたキャッチボールを行っていました。投手陣も次の登板に向けキャッチボールから注意点を意識しながら調整をしている姿がとても印象的でした。キャッチボールが終了し、投手陣はピッチングに入ります。練習日前日が公式戦だったため、全員ブルペン入りはしませんでしたが、どの投手も素晴らしい球を投げていました。また投手兼任コーチを務める松永コーチ、秋吉コーチにアドバイスを求める姿も見られ、一人一人真剣に投球に向き合っている姿が印象的でした。野手陣はノックに入ります。キャッチボールあたりから空気感がピリッとしてきた感じがありましたが、ノックに入り一段と引き締まった空気感を感じました。
先日の試合でうまくいかなかったことを確認しながら行っていたり、外野からの中継プレー、フライの声かけなど当たり前のことを丁寧に確認していました。ノックに限らず、スカイセーラーズの選手の皆さんは全てにおいて丁寧に一つのプレー練習を行っているなと強く印象に残りました。ノックの後はバッティングに入ります。今回は JBS 武蔵がラプソードとブラストモーションを用いて打撃数値測定を行いながらの打撃練習でした。フィジカル数値を並行して測定し、打撃とどのような関連があるかを探っていくと現状の問題点が浮き彫りになってくるので、そういった面で我々も協力させていただいています。今回はグラウンドでの計測でしたので、バッティングのスイングの数値、そして打った打球の数値、この数値をもとに現在どのようなスイングになっているかというのもアドバイスさせていただきながらお話しさせてもらいました。最も選手たちが苦戦を強いられていたメニューでした。そんなメニューでも誰一人として手を抜こうとはせず、能力向上を望んでいる集団の様子でした。最年長45歳の安井選手も基準タイムを切ろうと必死に走っていた姿がとても印象的でした。スカイセーラーズの、まあ、野手で、こういうところが特徴ですよ、まあ、こういうところが、うちの野手の売りになりますというところを教えていただきます。選手をぜひ見てほしいと、一押しの選手が欲しいればそうですね、一応全員プレーをめっちゃ嬉しいと思います。はい、見ていただけるかなと思いますし、はい、その中のことで他の方々にお願いしていただければ、はい、でしょう。そうですね、はい、お世話になりました。じゃあ、全員素晴らしい選手ですので、ぜひ、皆さん見てほしいなと思います。まだまだご存知じゃない方もいらっしゃると思います。それでは、早坂監督に来ていただきました。早坂監督、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。監督から、チームの方の、まあ、簡単な特徴ですとか、そういったことを最後に教えていただければと思うんですけども、はい、やっぱり若い選手もいれば、はい、まあ、中間層もいればということで、まあ、ベテランというベテランは正直、まあ、25歳未満の人、まあ、1人若干1名45歳がいるんですけど、はい、まあ、それを抜いたら、まあ、この若いチームは、はい、非常に楽しみにしています。はいはい、こういうところを視聴者の人、ファンの方に見てほしい、そういったところが
習あれば、はい、教えていただければと思います。そうですね、練習からですね、はい、練習からやっぱ全力で、疾走であったりそれに対してもやっぱりメリハリがある、まあ、そういう練習であったり試合であったり、まあ、あの私はですね、ぜひ全力疾走、全力プレーを見ていただきたいなと思います。はい、まだまだ認知はされてないと思うんですが、これからどんどんそういった活動など行っていきたいなと思いますので、皆さんぜひ球場に足を運んでいただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ということで、はい、早坂監督に来ていただきました。早坂監督、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今後も JBS 武蔵は千葉スカイセーラーズをどんどん広報していきたいと思いますので、まだまだこれから動画を何本か出す予定でいます。ぜひそちらも楽しみに待っていてください。それでは今回の動画は以上となります。ありがとうございました。